ミルクサッカーアカデミーでございます。井上です。ノーミルク佐藤です。さあ先生、今日は岩手グルージャー盛岡でございます。よろしくお願いいたします。プロサッカーで玉のノーミルク佐藤先生に今日も伺っていきましょう。2019シーズンを、はい、振り返って、そして、次のシーズンへとつなげていこうという振り返りコンテンツ、はい、通信簿シリーズです。ございます。全チーム行ってますけどね。行ってます。今回は岩手グルージャー盛岡ということでございますね、はい、それではよろしくお願いします先生。お願いします、はい、それではまずはピックアップからですね。こちらです、はい、ドン出ました。うん、まあ、今回はね、こんな感じのお話してきますよ、はいはいはい、って感じなんですけど、します。まあグルージャといえば、はい、2019年は、はい、まあセットプレー、うん、まあ空中戦、うん、ちょっとそれこそ流行に乗って、うん、ラグビーだったんじゃないかってぐらいに、ぐらいの、そっか、もう麦倉選手の ね、もうだからでもすごいなと思うのはやっぱりディフェンダーの方々の空中戦のその勝率だったりだとか精度が高かったり、それこそマーさんにおっしゃっていただいた麦倉選手のキックコントロールの素晴らしさがあるから、やっぱり前線メンバーでもちろん点を取りに行くのはもちろんだけど、取れそうにないなって思ったらタッチラインさえ出してしまえばこっちのもんだって考え方にするのは合ってたんじゃないのかなって思うんですよね。ただ問題だったのが次で、はいはい、うん、来季に向けて主勢に回る時間とか、うん、そもそもやっぱりずっと基本的に攻められてしまう状況になってしまっていたので、そうで、その時間が長ければグルージャがどうとかの話じゃなくて、例えばそれがバルセロナであろうが、うん、ユベントスであろうが、それは失点はするんですよ。だから主勢に回る時間、そして失点の減少がこれが来季の鍵になるかなと、はい、うん、で、うん、驚きはこれです、ね、最後の勝利、はあ、8月18日の福島戦と、そうなんですね、サポーターは勝利を待っている。これはちょっと悔しい材料ですね。そうなんです、うん、だから、はい、シーズン開幕までには、うん、全てにおいてレベルアップは必要、うん、でそんなレベルアップに向けて一気にどうやらメンバーが変わるみたいです。あ、ガラッと変わるという噂はありますよね。そうなんです、ね、でただそれもじゃあどうしてかと言われたら、はい、続いて、うん、新運営会社にノバが、これ運営会社なんですね。スポンサーというよりもスポンサーでもあるんですけど、お金のだから結構10億ぐらい出すと思う話なので、ね、そうですか。そうなんです。なるほど。で J2 ライセンスへ向けてっていうのがまずですけど、でも現状のメンバーがそのまま現状というかね、あの新規で今話が上がってるメンバー全員がそれこそ活躍してくれれば、当然ながら J2 を制せるような、うん、メンツが揃ってるんじゃないのかなと思います。あ、そうですか、はい、ただ、うん、今季もね頑張ってくれてたストライカー、うん、谷口選手は、はい、移籍のためそうなんです、ね、熊本に行き、なるほど、なんでストライカー枠は新たな選手へと変わっていくことになります、うん、どうなっていくんでしょうか、はい、まずは2019のデータ見ていきましょう、うん、はい、こちらです。ドン出ました、はいはい、もうすでに来年のね、来年へのね本気度が伺えるようなグルージャーになってますけど、そうですね、はい、ええ、まずは2019振り返っていくと、うん、まあ MVP 誰と言われたらここはちょっと谷口選手みたいですね、これ2018もそうでしょ、そうです ね、スコアで言いますと ね、で続いて、はい、関東賞に福田選手、うんうん、実は得点ランキングチーム内のね、はい、1位は谷口選手の9なんですが、うん、2位福田選手なんですよ。おお、ほう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 、福田選手ディフェンダーでありながらね、そうなんです、だから主勢に回る展開もあったけど、はい、跳ね返し続けたりだとか、でもそれで数少ないというか、はいはい、まあ、そのセットプレーの中でも上がって取ってというのがあったわけですね。ははは、そして厚労省には埋めない選手を入れました、うん、まあ、本職以外のポジションもボランチなんかもね、うん、トライしまして、はい、でパスへ その信頼度みたいなところ、うんうん、あのパスのレシーブ回数が明らかに増えたところいうのがあったので、そうか、ははは、彼にボールを回そうっていう意識は高かったのかなと思いました、うん、はい、で、うん、ミルワカ賞としては、え、まあ本当木下選手の空中戦勝率も J3 のねアワードでもちょっとお話しさせてもらいましたけど、はい、うんうん、彼なくしてはちょっと語れないところがあったので彼をここに入れさせていただきます、はい、で得点は谷口、アシストが麦倉となっております、うんうん、はい、で右下見ていただければですけど、うん、まあ正直ね J3 の中での最下位だったということもあり、まあデータとしてはあまり芳しくはないです、はい、で特に攻撃ビルドというところがまさにで、はい、いわゆるチャンスメイクのところはある程度できていた、うん、なぜならセットプレーをやっていたから、はい、ただオープンプレーでのチャンスメイク、うん、それはほぼ厳しかったなというのがこのデータからも分かってくださるかなと思います。で続いて、はい、ね、番手表を見ていきましょう、はい、出ますよ、ドン出ました、はい、はい、
こんな感じになっております、特に開幕戦あたりだとかシーズンの途中でも3バックやることもありましたけど、はい、まあ、4バックになる時も多かったかな、特に後半戦はというのがありました、はい、まあ、特にね、後ろ3枚がみんな空中戦担当とかになってしまうことが多かったので、はい、ってなるぐらいだったら空中戦2人にしちゃって地上戦組をちょっと増やして、でそれで彼らに、ボールの刈り取りをやってもらおうっていう意図もあったんだと思うんですが、なかなかうまくいかずというのが最後の方だったでしょうか、うん、特にねこの木下選手、福田選手と、そして深井選手、このあたりが、まあ、後ほどまた話しますけど、まあ特殊能力、空中戦生かしきっていたなというのが本当に印象としてもありますね。じゃ、ね、はい、続いて、はい、こちらの、ね、こちらでございます。ドン出ました。はい、はい、ちょっとバックがだいぶ赤くなっていますけど、燃えるような赤になってます、ね、そうなんです。ただちょっとね、ちっちゃくて申し訳ないんですが、うん、見ていただきたいのが、うん、この2019年のこの台所年齢分布というよりも、うん、はい、なんかその選手の名前の右下部分になんか赤い文字ちっちゃく書いてあると思うんです。これはよく見ると遺跡って書いてありますね。そうなんです、うん、こんだけの選手が出てしまう。そうなんですよ。わ、しかもあくまで現状の話で、うん、例えばレンタルで来てる選手だとかでまだき、まあ、の来季どうなるかで決まってない選手がいたりだとか、うん、あとはあの麦倉選手に関してはもともと残留なのかなって話だったんですけど、はい、どうやら、うん、あのトライアウトってあの野球だけじゃなくてサッカーもね、うんうんうん、ありましたよね、12月にやってるんですが、ね、うん、そこに麦倉選手がいたという、なるほど、話があり、移籍の可能性も、そうだからステップアップを見越したトライをやっていたのかなということもあるので、うん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 、ちょっと分かりません、まだ分かんないですね、はい、うん、がここにはちょっと書いてないですけど、はいはい、まあ、あと1ヶ月後ぐらいに出し始める、うん、開幕前、うん、2020開幕前戦力戦術分析シリーズの方では、はいはい、新メンバーたちをラインナップしたバージョンで、ね、出すとは思います。そうですね、その時どんなチームになってるのかっていうのがねちょっと想像できないぐらい人が抜けちゃいますね。いや、そうなんですよ。だから抜けちゃうというか、まあ、入れ替わるのか、入れ替わる、ね、生まれ変わるのか。でもただこれはグルー社で今回こういうこと起きてますけど、はい、もしこれ、例えばサッカーチームだけの話じゃなくて、はい、他の競技であったとしても、なんなら会社組織であったとしても、頑張ってやりました、やった結果、じゃあ例えば残留できませんでしたってパターンだったりだとか、そのリーグの中で最下位でしたってなって同じメンバーで行きますって逆になったら、それはそれでどうなのってなってしまうので、まあこうなってしまうのはまあ致し方ないのかなとは。最下位チームということでってことですね。そうですね、で大きな資本が入ってきたってこともあり、そう、これはサポーターとしてはまあちょっと前向きに見てほしい、見た方がいいと思いますね。うん、はい、はい、ということでこちらご覧ください。次は強化部フローでございます、はい、強化部フロー、うん、あんまないんですよ。本当ですね、はいはいはい、今年そんなに人の動きがありませんでした。そうなんです。この、 あの中国からの受け入れっていうのはね、こう 2,3 年行ってるような感じしますけども。そうなんですよ、ね、で現状これ収録してる1月9日段階で、はい、ファン・シンボン選手の方が、はい、一応来年もいるということもすでに決定してたりとかするので、まあ来年のちょっと出場を僕は見たいなというところでもあったりします、はいはい、で小垣選手がまだ帰るかどうかは決まってないのかなっていう状態ですね。なるほどね、はい、では続いて成績推移見ていきましょう、はい、こちらですね、うん、はい、うん、こうなってまして、ちょっと目を引くのは、ね、はい、9月と10月ですね、はいはい、ちょっとという状態になってますので、ちょっと厳しいですね。あ、0と0か、9月10月、はい、そうなんでございます。うん、特にだから前半はまあっていうところはあったんですが、はい、ただこれ分かる話でいくと、うん、これ J2 と J3 はちょっとバイオリズムが似てるんですよ。はい、バイオリズム、はい、いわゆるシーズン、そう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 、いわゆるシーズンで昇格する、はいはい、または、まあ、J2 ですけど、うん、プレーオフ圏に入る、うん、このチームたちってのは2パターンしかありえないんですよ。2パターンしかありえない、はい、うん、1つは、うん、前半正直そんなにっていう、うんうんうん、さっぱり、はい、ただピークを夏に持ってきてるチーム。なるほど、はい、だから 7,8 月あたりで負けがあまりないチーム、もしくはもう最初からもう爆裂に勝ち点取りまくって、はい、最後ちょっと失速するかもしれないけど、うん、もう序盤本当夏ぐらいまでの間はもうほぼ無敗っていうパターンというか、うん、なるほどなるほどね。なんでもう超先行逃げ切り型でいくか、うん、または夏ピーク型かのもう二択になってきてるところがあるんですよ、うんうんうん、そう考えるとっていう話ですね、うん、ただ岩手良かったのが
2、3月の失点ご覧ください、うん、はい4試合で、はい、得点は4なので1試合平均1点取ってるって状況ですけど、失点が3、うん、いわゆる1試合あたり1点取られてるわけじゃない。なるほど。失点平均 0.75 ということで、これはディフェンスたちが外頑張れていたんじゃないのか、うん、これはもう唯一いいデータってことですね、この中で。そうですね、はい、でこれで分かると思うんですが、例えば、7月9月10月なんかは、うん、いわゆる4試合とか3試合で9失点してしまってるような状態です。ってことは1試合平均2取られてる状態なので、うんうん、それはさすがにきついです、はい、1だったらまだこれはまあまあまあと思っていただいてもいいと思うんですけど、うんうんはい、2点取られてしまうとちょっと厳しいなっていうのはありますね、うん、まあその辺から勝ち点を取れなくなってきているということですもんね。そうですね。でただこれはちょっとバレたんじゃないかなと思ってまして、うん、いわゆる最初いわゆるディフェンスのラインナップ、うん、特に次一緒に見ていただきましょうかね、これでちょっと分かるかなと思うので、はい、こちらでございます。ドン、はい、出ました、はい、レーダーチャートですね、はい、はい、こうなっております。これが本当ね、ここまでのチーム全チームやってまだやってますけど、すごい顕著にいろいろ語ってくれるレーダーチャート。そうなんですよ。今回はどんなことが見えてくるんでしょうか先生。はい、こう見ていただく前に、うんはい、まずここですね、うん、白い線がこのリーグの、はい、まあ、いわゆる平均ですね、うん、偏差値50のラインを表しております。偏差値なんですねこれは、はい、うん、で青い線が2017年のデータ、はい、赤い線が2018年のデータ、はい、で黄色が2019年のデータとなっております、はい、うん、こう見てみるとちょっとシューンと。そうですね、今年最下位というだけあって、昨年一昨年よりもやっぱ内側にほとんど入ってしまっていると。そうなんですよ、うん、となると、うん、じゃあそれでも序盤戦失点を防げていたのは何か、はい、これが簡単で、うん、実はこの中に含まれてなかったというか、はい、それはちょっと来年以降またちょっと僕も検討していこうと思いますけど、うん、空中戦は勝ってる。あ、なるほどね。そう、ただ空中戦以外は、うん、となるとタックルはちょっと行きましたけど、これはやっぱり攻め込まれてる時間が長かったので、はい、その分で伸びてるだけなんですよ。だからインターセプトとかの方が分かりやすくて、やっぱり平均までは達してないと、うん、で空中戦は勝ってる、地上戦は勝てないとなれば、じゃあ地上戦要員たちをイグルージャ戦では持ってくればいいと、うん、相手チームは考えるわけです。そっか。で、あ、やばい、このままだったらサイド突破されて空中戦組は確かに高さで勝てるけど、うん、スピードだったら負けてしまう、はい、ということでサイドバックにいわゆるボランチ型の選手だとかを持ってきた。でもそうすると元々は3人空中戦で守っていたところが2人になるわけですよ、真ん中は。ってなってくると、お、3人じゃないの、うん、じゃあ今度そっちでも攻めてみるよ、うん、となってしまって、はい、まあ、どちらかの形で得られてしまったと、うん、なんで来年2020に関してはまあよく、まあ、もうちょいねバランスよくそういうメンバー構成にしないとまあ厳しいんじゃないかと。ただグルージャとしてはディフェンスのラインナップの構成考えると、どうしてももう空中戦要員でも行くぞっていうのが見て取れたところでもあるので、まあちょっとしょうがなかったのかなと思います。むしろこれを見てみるとオフェンスですね、うん、特にゴールシュート、枠内シュートというところが、ね、まあ、いわゆる偏差値換算でも50じゃなくて40よりも下回ってしまっているところがあるので、はい、ここをどうにかしなきゃいけないということをどうやら野場の社長、そして新監督秋田豊氏はもう捉えているご様子、はい、なんで来年はストライカーがめっちゃ来ます、はい、しかも国際色豊かないろんなところから来ます。スウェーデンから来たり、ほうほうほう、アイルランドから来たり、レノファ山口から来たり、いろいろいますので。なるほど、楽しみにしましょう。これを埋めるべく、このレーダーチャートでね、空白を埋めるべくやってくるということですね。そうですね。なので来年この表がどう変わってくるのかもちょっと楽しみですね。いや、そうですね、はい、はい、で最後、特殊能力見ていきましょう。はい、読んでました。まあ、一番分かりやすいのがディフェンダー3人衆ですね、はい、空中戦空中戦空中戦と、うん、面白いぐらいメンバーでございました今年はね。そうなんです。だから、うん、特に麦倉からの彼らとか、うん、プラス谷口宮市とかですよね、はい、結局はもう高さ対応型の選手が多かったので、それで、まあ、制空権取ってしまえばってところはありましたけど、まあなかなかそれで地上戦はどうだったのっていうふうに、まあ、そこで絞んでいったというところがありました、うん、来年はその地上戦要因も備えた上でどうなのかというところですね、はい、であとここで出しているようないろんな戦術用語だとかに関しては、2020年のこのミールアカの中でいっぱいちょっと紹介していこうと思いますので、楽しみです。そう、オフサイドとかそういうルールだとかね、うん、あと VAR なんても、まあ、J2 J3 はまだ関係ないところあるかもしれないけど、うん、将来のためにということで皆さん、ね、聞いていただけると嬉しいです。わ、はい、かりました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。我々はね、ミルクサッカーアカデミー毎朝ね動画を、配達させていただいております。ぜひチャンネル登録、これ全チームやっていただきますので、ね、ぜひおひいきじゃないチームもね見ていただいて、
ご自分のチームと比較していただいてデータから楽しんでいただきたいと思っております。ぜひチャンネル登録していただきたいと思います。思います。そして我々ライブ配信もやってるんですよね。やってます。月曜日の21時から9時からやってます。そして劇場でもねやってますね。月1でやってるんですね。やってるんですよ。1月は23日やっておりますんで詳しくは概要欄ご覧ください。というわけで岩手グルージャー盛岡について先生に語っていただきました。続きのシリーズありがとうございました。ありがとうございました。井上真でした。どうもミルク佐藤でした。皆様いってらっしゃいませ。いってらっしゃい。また明日の朝お会いしましょう。また。ご覧いただいてありがとうございました。